こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。いやー、なんか今日はあれだね。天気はなんか変な天気だよね。曇ったり晴れたり、またね、夕方くらいから今ちょっと雨降ってるかな。いやー、また明日も 雨っぽいですけどね。いろいろね、こうコロナもね、少し落ち着いてきてはいる感じですけれども、まだわかんないね。でもね、あの衆議院の選挙も終わってね、ね、みんなあの、議員の方がね、このコロナに対するなんていうんですかね、給付金ですかね、この給付金、あのこれ公明党ですかね、あの話しましたのは、その18歳未満の方に10万円を給付するというね。だからこれはあのね、私はいいことだなと思ってますよね。ただその人によってはね、この10万円給付するのはいいけども、まあね、この困ってる人も困ってない人もいろいろいるから、そういうこう所得制限をつけるべきだとかって言ってる人もいるんだけど、私はね、そうじゃないと思うよね。これは困ってる人も困ってない人も一律にね、やっぱり全部できるだけ早くね、またなんていうのね、とりあえず5万円給付して、また年明けてから5万みたいな話もあるみたいだけど、ちょっとやめてほしいよね。やっぱり早くね、もう一律にね、18歳未満の方に全部も早く10万円をね、パッとやっぱり私はあの支給すべきだと思いますよ。やっぱりみんなね、やっぱり困ってるわけだからね。で、困ってない方は、じゃあ困ってない方に10万円ね、あのやってもいらないとかって言うんじゃないのとかっていう考えもあるけれども、まあね、そういう人はそういう人でね、またもの後日ね、いろんなこうなんていうの、確定申告とかね、そういうところでね、やっぱりあのまあ税金が、ね、やっぱりその分だけ、ね、こう取られるとかになるわけだから、だから最終的にはね、その困ってる方は困ってるから当然必要だし、困ってない方はいらないんじゃないかっていうね、そのそういうね、あの差別をつけるんじゃなくて、とにかく一旦全員に配ると、それで、ね、困ってない方は、ね、やっぱりね、あのまた来年になっていろんなそういう申告とかいろんな部分があるわけだから、そこでね、帳尻を合わせればいいと思うんだよね。まあいずれにしてもこのね、このまあ観光、私なんかはね、あのサービス業だから、芸事だから、やっぱり観光業界もね大変だろうし、この芸能界も本当に大変ですよ。だってね、いろんなやっぱり人が集まっていくらっていう商売だからね。だから例えば CD をね売るにしたって、やっぱり、ね、キャンペーンとかイベントがあってね、そこで人が集まってね、やっぱり30分とか1時間とか1時間半とかね、そこでいろいろと歌とお話をして、それでね、来た方とね、いろいろお話をしたり、歌を聴いてもらって感動してもらったり喜んでもらったりしてね、それでね、いやこんなね、いい時間、楽しい時間をね、過ごしていただいた、あのいただいたわけだから、やっぱり今日はね、帰りに CD 買ってきますよ、グッズを買ってきますよっていうね、そういうことで、ビジネスがね、成り立ってる部分が多いわけですよね。だからそういうのが全部ね、こう1年どころかね、1年くらいでなんとか収束するんじゃないかと思ったら、全然収束しないでね、もうかれこれもう2年近くになるわけですよね。だからやっぱりね、本当にこういうね、困ってる人がたくさんいるわけだから、ね、ばらまきとかね、これはね、ばらまきとかいうのはね、私はやっぱりね、偏見だと思いますよ。やっぱりね、基本的に困ってる、そういう困ってる人にね、支給をやっぱり給付するっていうのがね、これはやっぱりね、政治家としてはさ、一番大事なことじゃないですかね。政治はじゃあ何のためにね、政治家のね、役割は何だってね、いうことであれば、やっぱり国民の生命を守り、ね、国民の幸せな生活を
できるだけ実現していくというね、それが一番の目的だからね。だからやっぱりそういう一番の目的のところをね、やっぱりちゃんと、していかないと良くないと思うんですよね。まあいろいろと、まあ何て言うんですかね、この裏に対してはね、まあいろんな立場の人がいるからいろんなこと言うね、おっしゃるのは分かるわけだけども、まあいずれにしてもね、やっぱりその18歳未満の部分だけじゃなくてね、やっぱりそのね、給付金というのをできるだけ、早くですね、国民に、還元していただきたいなと思っております。決してばらまきとかではございませんので、その点はよく考えていただいて、やるべきことをちゃんとやっていただきたく切に思っております。ありがとうございます。